や最初はこの70センチか80センチぐらいの苗木ですよ。でそれを育ててったらだんだん大きくなってって、でこの間去年だっけ落とすだっけな、あのポットがもう8切れんばかり、それで風がすぐ風吹くたびに倒れるようになっちゃって、それでみんなにお願いしてさ、そのでっかいポットね、あみんなにお願いする前だ、買っちゃったんですよ。買ったらね玄関に入らなかったのね、これもうそれでショックでどうやっても入んないんだよ。それで悩んだんですわ、廃棄処分するしかないと思って、であらゆる引っ越し業者に連絡したんだけど、状況説明したけど、いやー無理っすねって感じで入れらんないっちゅうわけ、ここに。それででもやっぱり一生懸命泣きながら相談してた、なんとかならないっすかねっつって、そしたらそうか、屋上には持っていけることが分かったわけ。あの階段が間口が広いんだよね、で屋上のドアも広かったわけ、斜めにやればなんとか通ったのね。で屋上まで持っていけば5階が上に1階だけあるんで、でうち北側車線だからこう斜めになってんだよね。それであのそういう系に詳しいメンバーにさ、あのちょっと見てもらったら、豊田さんこれやれるかもしんないってことになって、でみんな集まったミーティングの時にみんな力貸してくれて、その屋上から5階を通してここへ下ろしてもらったんだよ。もうだから俺はここで死ぬしかないですね、もうね、終生ここにいる以外、このポットだってもうどこにも出ないから。いやでもあの時嬉しかったな、みんなのおかげだと思って、でそれで植え替えたらまたどん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 大きくなってきてね。Google のね、 Google マップで上から見てもね映ってるよ、この植物。ベランダも広い。